皆様こんにちは。 MCR、コースの、プログラムディレクターの、福原でございます。MCR コースは、平成12年、SPA 社会健康医学系専攻ができた後5年後に1年生の特別コースとして試験的に開講されました。平成20年、文部科省より正式な分野として承認されましたが、新たな教員の定員像はございません。これはベルリンで開催されましたワールドヘルスサミットでこの MCR プログラムを報告いたしました。我々は2005年全くゼロから始めました。お金なし、新しい教員なし、スタッフなし、評判なし、前例なし、すべてなしの MCR コースでございました。しかしながら我々は隠れたニーズがあるという密かな自信があり、また新しい価値を作り出していこうとするそういう仲間がいました。このような6分野で我々は何とかやってきたわけであります。その当時の本庄医学研究科長は3年やってダメならやめろ、こういう話でございました。我々は2005年リスクを取ってこの MCR プログラムを開始いたしました。その後どうなったかといいますと、8年間で83名の方々が MCR プログラムを修了され、英文論文178編、そして国際学会発表し、授業評価も高い評価を得ております。1人教授も生まれました。現在14名の MCR 担当教員みんなが力を合わせてこの MCR プログラムを支えていただいております。専属教員はおりませんので、 MCR プログラムに入学する方は必ずこの6分野のどこかの指導を受けるようにしていただきたいと思います。なぜ MCR は、資源が全くないのに続いているか、それは隠れたニーズ、今や顕在化された全国の臨床医の皆さんの臨床研究に対するニーズと、そしてこの MCR プログラムを支えてくださっている14人の担当教員の熱い思いで支えられていると信じております。誰が MCR プログラムを受講できるかということに関しましては、MCR 専科生、そしてその他2年生の MPH、そして博士後期課程の院生、そして4年生の医学博士の院生も受講することができます。詳細は今日午後1時から MCR プログラム G 棟2階で説明がございますので、12時半でございました、失礼いたしました。ぜひいらっしゃってください。どうもありがとうございました。